今週には東京都内でも予行演習を行っていました。まあ、1台が先頭、2台がその後ろ、そしてその横に2台、さらに最後も1台という隊列です。40分を過ぎました。この後からそのカードをかけまして、今かけ始めたでしょうか。先頭の位置が動いた。後ろの動きがカラーストーンをかけました。青や黄色などオリンピックのその5色を確認することができます。先頭の機体に引率されまして動きが続いていきます。さあ、このままそのオリンピックの輪が描かれると思いますが、焚いているブルーインパルスの姿確認することができます。アクロバット飛行チーム、そのブルーインパルスの姿ご覧いただいております。ブルーインパルスの担当は原則3年で変わると言われています。この東京オリンピックの舞台に関われることも担当の方々からすれば光栄だということです。入りまして渋谷を通過、そして東京方面に行った後、上野の先を経由しまして新宿方面に、そして一度新宿から外れた後に国立競技場にまた戻ってくるということです。そしてその後また前の線に乗りまして新宿方面へ、そしてもう一度東京の中心、東京や丸の内の方向に戻って、最後は品川や渋谷ブルーインパルスの飛行、ここまで